はい、皆さんこんにちは。今日もね、松下幸之助さんの道を開くから、今日のテーマではね、困っても困らない困っても困らないってね、困っても困らないことがあったらね、もう人生楽勝ですよね。で、これどういうことかと言いますとね、我々大変なことっていうかね、僕もそうですけど、まあ 99% いいことはありませんね。何かしら皆さんね、何かしらこう、まあ人は 99% いいことがあって、まあ 1% ぐらい悪いことがあってもいいかなんてね、思いがちですけど、それは思いであってね、大体その社会に出ると、まあ皆さんね、社会に出るのは一般論として二十歳過ぎですけど、まあ僕は15から社会に出てますし、松下幸之助さんは13歳ね、僕の恩師の村上料理長も13歳、本田宗一郎さんも13歳、まあそんな若さからね、世の中に出て、まあ困ることというか、もう10代はやっぱりもう理不尽なことが 99.9999%、 もうまあそれが結局な肥やしになってね、その後松下幸之助さんは、ね、経営の神様って言われるなり、村上料理長は料理の神様ね、皆さんね、本田宗一郎さんは世界の本田で、私は世界の三國と。まあ、世界の三國ってのは僕が言った話ですからね、気にしないでいただきたいと思うんですが、自分にとっていろいろ困ることってさまざまね、人間関係であったり仕事であったり、まあいろいろ困ったことってねありますよね。もうよくね、お金なんかで、僕なんかもあるんですけど、そのね、1円とかね、そういう5円とかね、ちょっとこう粗末にすると最後にそう、あと1円足りないとかね、あと5円あればっていう、そういう、困ったこともたくさん あるんですけども、まあ結局そういうその困った時にこそ、そのね、ピンチはチャンスだっていうね、結局困ったことっていうのは、大体僕もそうですけど、人生ね、よく言うんですけど、上り坂下り坂まさかっていうね、ね、坂があるんですけど、本当に自分がこう頂点になっている時に、大体、いろんな問題が後振り返ってみるとですね、起きてます。ですからその時にいかに自己反省をしてね、まあ、あの時は、失敗したけど、困ったけど、まあ、そういうことがあったら次は絶対そうならないようにしようとかね、そういうその自己反省、まあ、それを、ピンチがあって、ピンチがチャンスだという、まあ僕なんかも今67歳、過ぎて、まあそういうね、まさかの坂何度もありましたから、まあまあ、ようやく、どうやってそのピンチを乗り切るとか、どうやったらな、そのね、困ったことが、困ったことにならない。で、僕はですね、一つ自分の中でずっと意識して実行していることがあるんですね。自分が本当に、ああやばいな、困ったなっていう時はニコニコするんです。ニコニコして、で自分が、ああもうやったーみたいなね、いやもうみんなに自慢したいなって時は、わざと不機嫌な顔をするんです。でそうやって、まあこう第三者からね、その自分のなんか、三國あいつなんかちょっとルンルンしてるから、ちょっとね、異常しちゃえみたいなね、大体人っていうのは、他人の幸せを面白く思わないので、まあそうやって、自分の中で意識して、やってるんですけども、僕もね、 YouTube の中でもお話ししたと思うんですけど、フランスのね、ボルドーのサンテミリオンっていうところでね、世界からその、まあちょうど、
市場がね、ちょうど1年に一遍あの買い付けの年がありましてね、でその時に世界中からバイヤーが来ますんで、皆さんをあのシャトーのオーナーをね、もう最大級に、そのお料理と自分のワインをご馳走するわけですよ。でその時にあの、シャトーヴァタイエのねオーナー、むしろカステージャーから三国屋のうちのシャトーでね、あの山の上にあるんですよシャトーで、150人ぐらいだったかな、もうあの日本から日本 の料理人が、シャトーヴァタイエのね、最高のワインに合わせて料理を作るということで、まあそれはそれはそれはそれで、でそれがなんとあのもうあのその子世界中から来ますので、ボルドのレストランはもう超満席、市場に行ってもほとんどフォアグラとかほとんどキャビア、もうほとんどなしみたいな。で我々はちょうど日本から3人ぐらいスタッフ連れて行って1週間、もう徹夜で仕込みをしましてね、で朝方できまして当日、まあ、あのちょうど車もねあの3台ぐらい借りて、一つは冷凍車だったんですけど、もう車も全部もう出払って、であのもう山に上がっていくのでもうガタガタ揺れるわけですよ。で縛って、でちょっと僕とあのむしろオーナーカステージャーはちょっとあの寄り道、違う車でねちょっと挨拶寄り道にして1時間ぐらいかな、そのシャトーに着いたんです。そしたらですね、うちのスタッフがみんな泣いてるんですよ。でドアを開けて、お前らどうしたんだ、でもうあの積んできたものが一つのゴムが切れて全部もうぐちゃぐちゃで、もうその頃はですねパッと見たら、あのフランスはねアペリティフってやりますから、もうお客さんがタクシーで来てるんですよ。って150食で、さすがにねもう全滅ですから、むす貸して貸せじゃもう無理だと、こんな状況でね、もうどっかのレストランに電話してとにかくあるものでちょっと頼んでくれと。でカステージャーも電話しまくったら、案の定もう市場には材料がない、レストランも満席。あの時に初めてフランス人の底力っていうんですかね、まあカステージャーはもう1年以上前からそういうね、で自分のシャトーの一番のね、イベントですから、もうカステージャーがタキシード全部バーッと脱ぎ出して、で僕に向かって「三國やってくれ」と、やらなきゃダメだいやむしろカステージャーちょっと見てくれと、こんなめちゃめちゃで、150人、あのちょうどあのデザートだけはね、あの小さい車で冷蔵で運んできたので、デザートはまあ生きてたんですけど、で僕もまあ僕はもう 99.、まあ、100% ですね、 120% もう無理だと、150食この状況で。でもそのカステージャーはね諦めなかったんですよ。で僕もってまた我に戻った、これはなんとかしてないかんと。でパッと周りを、ね、ちょうどあの山の上ですから、高層がね、いろんな高層がうわーっと開いてるわけです。でその高層を見た途端、あ、まあもうスポンタネでやろうと、もうとにかくカステージャーに冷凍でもいいから、ある材料、ホタテでもフォアグラでも何でもいいからかき集めてくれと。で時間間に合って、全部その壊れたものも全部使えるやつを酔ってね、魚なんて1種類だったんですけど、それを5種類ぐらいのパナシェって種類になりましてね、でフォアグラはもう鉄板で冷凍のやつを100、200度ぐらい電圧器があったんですよ、その鉄板で思いっきり焼いて、そのジラルデのね、スペシャリティのフォアグラのポワレ
あの香草風味出して、でまあ本当にもう頭の中真っ白ですよ。スタッフは泣いてるし、でザン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 ってやって、まあもうお客様はまあ何も事故のこと知りませんから、でカステージャーがね、最後実はこういうことがあったんだと、でそのお客さんの中でも素晴らしいじゃないかと、多分そのお客様前のメニューよりもその状況のメニューの方がはるかに素晴らしいと、でそれはね伝説になって、僕いろんな、日本でもねフランス人に参加した人にも何度も会った、あの時はすごかった。で今の有名なその一人その記事、日本の記事になったので、日本の今有名なパリに住んでジャーナリストがいるんですけど、彼はもう彼女ですけど、全部 目の当たりに見て、もう彼女も泣いてましたけど、で結果、まあ結果オーライっていうかね、もう大絶賛でまあ終えられたんですけども、本当にまあ僕はね本当困った、もう無理だ、でそのカステージャーがまあ困っても困らないっていうか、あの状況でね150名でお客さんがもう来てて、なぜやるんだっていう発想がね、僕はすごくその後走りました。やっぱり物事をやっぱり諦めちゃいかんっていうかね、で困っても困ったような顔をしないっていうことがね、本当は実体験でありましてね、で皆様もねそういうことでまあなんかね困ったことってたくさんあると思いますけど、困った時はニコニコして自分がねラッキー的にはちょっとねしかめ面して やってみてください、そうすると、結構うまくいくと思います。グーです。グーです。ダブルグーです。